ましょうか。はい。どうも、こんばんは。底辺の王と書いて、帝王と読む、新帝王です。今日の夜の部で、まあ、新タイトルして、PS1 の、女神文録、ペルソナを、はい、やろうと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、題して、ペルソナをナメプする配信初見プレイ。はい、完全初見です。シリーズも何もやったことありません。はい。はっきり言って、多分時間もかかるかもしれませんが、まあ、多分ね、ちょっといろいろ。はい。4コミさんいらっしゃい。はい。やっていこうと思うんで、とりあえずよろしくお願いします。あと、まあ、始める前に、一言だけ、まあ、今見てるリスナーさんにいるかわかりませんが、ファイナルファイトをね、期待されてたリスナーさんにはちょっと本当に申し訳なく思います。はい。まあちょっとね、すぐとはいかないですけど、いずれ必ず、はい、何らかの形でファイナルファイトやるように、はい、努めますんで、はい、よろしくお願いします。はい。まだいないだろう。ごめんなさい、いらっしゃい。まだいないですよね。うん。まあしょうがないですけど、やっていきましょう。とりあえず、よろしくお願いします。はい。全く何もわかんないですかね。RPG だってことぐらいしか知らないんでね、どんなものか。ね、リスナーさんの感想聞くとなんかめちゃくちゃ難しいみたいなことも聞くし、まあやってみないことには何とも言えませんわ。薬局の歌が子供の頃耳について離れなかった記憶がある。薬局の歌、いや、薬局も、何もわかんないですね、本当に。全くの知らない。友達がプレイしてたの見ただけだ。そうですか。ペルソナはコツ。はい、チョムさんいらっしゃいませ。あ、なんですかね。ペルソナ来たー。はい、チョコムさんいらっしゃいませ。私は蝶になりきっていたらしい。だから俺も初見。それが自分の夢だと。自覚できなかったら、ふと目が覚めて、早い早い。楽しみ。蝶になった夢を私が見ていたのか、私になった夢を蝶が見ているのか。同じく初見。あ、そうですか。きっと私と蝶との間には区別があって、ちゃんと声張って、絶対的な違いと呼べるものではなく、そこに因果の関係、ごめんなさい。これは初見。本当ですか。まあ。初見なのに提案したんですか。珍しいですね。誰でしょう。俺も一票入れたよ。あ、そうですか。まあね、入れた人はさすがに見たいってことでしょうけど。初見やな。はい、17個さんいらっしゃいませ。はい、初見プレイです。完全、全く知りません。まあどうなるか分かりません。 RPG でしょ。でも言って高々って言い方も失礼かもしれませんけど、だって RPG って基本そのね、レベル上げたら要するにどんな下手くそでもクリアできるゲームだと思うんですよ。たとえ、だから僕も時間かければこれはね、クリアできると思ってるんで、問題はないでしょ。なんでしょうね、これ。今度はペルソナを汚すのか。どういうことですか、18コムさんいらっしゃいます。どういうことですか、怪我すって。いつもの上から。いやいやいや、上からって言ったから謙虚でしょ。自悪具やしな。JRPG、どうなんでしょうね。まあやってみないとですけど。いや、なんかこういうの見ると、なんかいかにも昔の、ちょうどプレステの CG って感じですよね。なんか、時代を。戦闘はよ。戦闘はよって言ったら、いやいや、ちょっといいじゃないですか。初めてなんですか。なんかとりあえず、全部見て、女神イルブンブンペルソナ、何ですかね。Be your true mind、 何ですかね。とりあえず1996年です、ね、ペルソナは初期のダークな方が好きだわ。そうですか。ダークなんですか。僕あんまりホラーとか嫌いなんですけど、大丈夫ですかね。まあやっていきましょう。何でしょう、ニューゲーム。ペルソナ、初見です。はい、24個です。ふりかけさん、あなた別に初見じゃないでしょ。まあいいや。もうなんか始まった。ニューゲーム。怖くないよ。怖くない？そうですか。マーク、ペルソナ様だ。そんなんで未来の自分が見りゃ苦労しないっての。友達がいつも、南条くーん。
って叫んでた記憶しかない。誰でしょうね。とりあえずマークって人が出ましたけど、誰だ。上杉よ、お前、頭、なんだ、暖かいんじゃねえか。暖かい？どういうこと？ペペペペペ。はい、どうも、広告ありがとうございます。ガチ勢さん、監視します。なんすか、怖いこと言わないですけど、どういうこと？ほんと、初見なんで、ちょっと皆さん優しく見守ってくださいよ、稲葉正夫、通称マーク、稲葉クリーニングのドラ息子、直上型。なんだ？まあ、この人が、まあ、正夫、マーク、うん。ブラウン、へへ、バカにしたもんじゃないんだな、これが。未来がうんぬんってな言い過ぎだけど、もう頂上検証バリバリよ。かけたっていいぜ、マーク。上杉、秀彦。広告ありがとうございます。HI さん、どうもありがとうございます。上杉秀彦、通称ブラウン。目立ちたがり屋のお調子者。名前と相性は、ちょっと、もう、大変かもですね。おめでたいって意味じゃない。おめでたいやつ、どうなんでしょうね。まあ、いや、意味はわかるんですけど、暖かいで読み良かったんですかね、あれ。まあ、おーし、かけるか。ジョイツのピースダイナーで食い放題だ。いいな。なんでしょうね。まあ、いいや。綾瀬。わーい、じゃあ、綾瀬、上席に乗る。綾瀬ゆか、通称綾瀬、天下ごめんのコギャルトラブルメーカー。コギャル懐かしいな、コギャルとかね、そんなもん、懐かしいよ、トラブルメーカー、うん。まさに時代を感じますけど、うん。時代を感じる。うん、ですよね。エリ、私もブラウンにベットしますわ。うわ、ブラウンって英語で言うあたりがなんかいかにもって感じ。コギャルマコギャル。ですね。ああ、言ったですね。ま、孫ちゃんとかもなんかありましたね。覚えてないですけど。霧島エリコ、通称エリ、帰国子女のお嬢様、知的な美人。まあ、美人かどうかともかく、帰国子女、うん。そんな感じですね。マーク、なんだなんだ？おい、南條、雪乃、お前ら、どっちに乗るんだ？帝王がガングロにしてた頃のゲームか。でも僕は男です。相撲、チビ、デブ、中卒、ニート、脇が、童貞、ダブル数え気満です。はい、40個目さんいらっしゃいませ。はい。ふん。具にもつかんな。俺は知らん。南條、この人は南條って人。南條系、通称南條くん。南條財閥の御曹司、徹底した合理主義者。右に同じ、勝手にやりな。こいつか。みたいですね、さっき言ってた。うん、なんていうの、これ、なんだ、あ、眉住、あれで眉住、いや、字が見づらいな。眉住ゆきの、通称ゆきのさん、学園の姉御的存在でみんなから信頼されている。うん。眉住ね。これで全員。マーク、け、相変わらず付き合い悪い奴らだぜ。いきなりなんくせか？いやいや、そんなことないですけど。おい、お前はどっちに乗るんだ？当然俺だよな。いや、どういうこと？僕、主人公っているんですか？これが主人公？ごめんなさい、ごめんなさい、いや、ちょっとね。北海道に電源車頼めないか？46個目さんいらっしゃいます。大丈夫ですか？ もしかして昼間あのスマホでなんか、あれ、来てくれた人ですか？大丈夫ですか？ごめん、ここ見逃した？あ、チョモさんどうもありがとう。ペルソナ、ありがとうございます。ごめんなさいです。ちょっと文章読む方にちょっと見っちゃってごめんなさいね。大丈夫ですか？本当。ね、全然。うん、ね、でも、ところどころなんか復旧してるみたいなニュースはさっき見たんですけど。さあ、どっちに盗んだ？マークに乗る？ブラウンに乗る？いきなりなんですか？これ。嘘つき帝王49。何？嘘つきたもん。え？いや、チョモさんついてますよ。今、うん、嘘す、うん、チョモさん問題ないです。大丈夫ですよ。うん、さあ、どっちにすんだ？どっち？まあ、帝王が最近コメスルーし始めたからな。いや、そんなことは、まあ、都合の悪いのはスルーするかもしれませんけど。どっちにするんだ？どっちでもいいんですよね。どうせ多分ね、序盤のあれだから。これ主人公ってことですよ。僕ってことですよね。じゃあ一応。
マークにのブランド184の人は今日からコテハンが消えてるからかと。ああ、そうですね、今日。クラッチで Wi-Fi 使えなくて不便だわ。マフオかよ、しょぼーん。俺は悲しいぞ。ごめんなさい。いや、だからちょっといいじゃないですか。考えて、じっくりやりたいじゃないですか。ああ、さっきこの番ね。サボテンさんは大丈夫ですよ。うん、見えてますよ。ごめんなさい。ちょっともしかしたら、うん、ちょっと、マークになる。なんかちょっとあれですね、どっちかっていうと、やっぱ僕もブラウンね。初見ファイナルファイトと聞いて。55個目さんいらっしゃいませ。いや、ファイナルファイトごめんなさい。いつか必ず、絶対ちょっとすぐは無理ですけど、いつかやりますね。ちょっとお待ちください。こういう時みんなブラウン乗ってきて、僕は天の邪気なんで、マークに乗ります。マークを侵入しましょう。その。射殺さんいらっしゃいませ。ごめんなさいね。申し訳ない。絶対、いずれはやりますか。ちょっと今回だけ。やはりペルソナは襟がいいね。そうなんですか。いや、僕にはあまり、まあね、確かになんか結構人気ではありますけど。はい、もう無理です。このマフをぶっちしやがった。魔法さんは見てないですけど、じゃあ、とりあえず僕はマークに乗りましょう。ああ、後悔するようだって。なんでしょう。ぷぷぷぷぷ。泣きべしを欠かしちゃる。おいじゃ始めようか。なんでしょうね。ギャルはギャルっぽくしてよ。いや、だって、じゃあ行くよって、だって、いや、僕ギャルじゃないし。何が始まるんですかね。ペルソナ様、ペルソナ様、おいでください。何ですかこれ、コックリさん？コックリさんみたいなもん。よく知らないけど、うん、おーし、ペルソナ様、ペルソナ様、おいでくださいなと。なんだこれ、なんか、たくよ、なんでこんなことしなくちゃいけねえんだか。こっくりさんにそっくりさんな。いいから早く行けって、食い放題、食い放題。なんかこれなんかあーわかわーってペルソナさんペルソナさん適当に来てくんな。これは250円です。はい、まあとりあえず、1本だけ買ってみました。ペルソナいいね。はい、63個目さんいらっしゃいませ。適当に来てくんな。なんかこれなんかね、四隅をあれね、一人一人なんか何かで見たんですけど、それではペルソナ様、ペルソナ様、おいでください。こんばんは、あんこそば。はい、64個目さんもいらっしゃいませ。でブラウン、よし来るぞ。あれかよね、四隅を一人ずつ渡したら誰かがね、雪山のホラー話にもあるね。ありましたね、なんかあれね、世にも奇妙な物語の映画やつなんか見たことあるんですけど、それだけ。よし来るぞ。あれ、ちょっと、ウエスリー、これじゃ、綾瀬バカみたいじゃん。埋めた死体がどうたらってやつ？そうですね、オーラミの何も起きねえじゃねえか。いいね、へへ、俺の勝ちだな。ふう、気が済んだろ。さっさと先生呼んできな。ちょい待ち、もう一回だけ、なんだ？マークが入ってたからだって。いや、もう状況が僕何もわかんないんですけど。もっとやる気出せよ。あ、てめえ、大ジュリアの悪いやつだなぁ。あ、なんか、あ、こ、ね、あれがペルソナさんはってやつ。おい、稲葉、後ろ、見てみろ。んだよ、今更連れてけってのも遅い。いや、69個さんいらっしゃいませ。いや、好みじゃないですけど。まあ、とりあえず、ゲッ。あ、ここありがとうございます。ふうたさん、ペルソナ、はい、どうもありがとうございます。すごいですね。ペルソナ、そんな人気なんですかね。っていうか、なにこれ、マジ？前は音だけでしたのに、驚きましたわね。はは、ほら見ろ。やっぱ言った通りだろ。この前とちょっと違うけど。白い女の子、ヒックス。助けて。なんでしょうね。うわ、なんだ。
これは、何でしょう、ファンタスティック、ますます興味深いですわ。キャー、何？みんな気をつけな。キャッ。あ、当たった。あ、ちょっと待って。雷3人、4人。4人くたばった。あ、死んじゃった。せっかく名前覚えたっていうのに。なんでしょう。オープニングで言ってた。超ガじゃないですよね。全く状況が。お前、はい、別の音に変えたな。いや、知らないですよ。え、死んだのあれ、嘘でしょ。てか、状況が全然いまいちつかめてないんですけど、これ大丈夫なんですかね。横山みどりを返せ。はい、はい、ちょっとごめんなさい、ゲストさんいらっしゃい。横山みどり、誰？あ、喋った、ボイスがあるんだ。私はフィレモン。意識と無意識の狭間に住まう。さて、君は自分が誰であるか、名乗ることができるかね。え、底辺ですけど、何か。え、ここであれ？生命、どうしよう。はい、報告どうも、ありがとうございます。わらわら。え、いや、アトラス信者さん、初見で生、ナメプとはいい度胸ですね。そんなにナメプなんですかね。はい、79個目さんもいらっしゃいませ。聞こえない、なんて、いや、だから、底辺って、僕はただの底辺ですけどね。どうしよう。生徒名前、どうしよう。リスナーさんに暗化した方がいいんですかね。吉沢富容疑者って。なんかさっきね、モーニング娘。でしたっけ、あんまり詳しくないですけどね、なんか、飲酒ひき逃げで、なんか逮捕されたとか、うん。じゃあ、あれ、吉沢ひとみにしましょうか、ちょうど今、あれしたから。感じあるかな。帝王でいいよ、めんどくさい。ね、えー、だって、帝王どうしよう。まあ、じゃあ、帝王でいいですか、じゃあ。じゃあ、新帝王で、あれしときましょうか。新、あるかな。新。あった。本名でいいよ、めんどくさい。いやいや、初めてじゃないらしいな。え、あ、え、そうなの、あ、そのひき逃げが？そうなんですか。あんまり僕も詳しくは知らないんですけど。あれ？何これ？吉沢33かよ。はい、84個目さんいらっしゃい。33歳なんですか？まあね、でも、モーニング娘。ね、考えたら、確かに、もうそんな年齢でもおかしくないんでしょうね。うん、てマリオにやろうぜ。え？マリオ、85個目さんいらっしゃいませ。とりあえず、これ、アンケートで決まったやつなんで、うん。て。通称ペルソナ上級者って。いや、嘘はいけないんじゃないですかね。いいのかな、嘘。違う。本名入れろよ。あ、ちょっと待ってください。ごめんなさい。ちょっと。で、おー。で、通称、いいんですか、ペルソナ上級者とか。なん、そんな、いいんですかね、名字だけでいいから教えて。内緒、ダメ。ペルソナ、あ、ダメだ。文字数多分、入んないでしょ、これ。ねえ。どうしよう。なんかないですかね、なんか、じゃあ、吉沢に仕留めに、いや、それは。上級者って、上級者とカマフをかよ。安価。通称、底辺、猫人な。まあ、いいか、底辺ね、底辺にしときましょうか。なめくろ底辺。はい。ふうたさんいらっしゃいませ。
いいや、もう底辺でいいや、うん。間違えた、名前猫舌。いや、いいですよ、もう底辺の僕らしくていいでしょ、うん。じゃあ、これで決定選べばいいんですかね、うん。こんなイケメンじゃないんですけど、うん。OK、Yes の Yes。はい。もしくはアバズレ。誰であるか語れるものは多くない。この人は一体誰？合格のようだ。ところで君はナメプなの？中に複数の自分の存在を自覚したこと。いや、わかんないし、ナメプなのか、うん。神のように慈愛に満ちた自分。悪魔のように残酷な自分。人は様々な仮面をつけて生きる。ウルベ。こういうから黙って今のこれが初代のペルソナか。仮面の中の一つでしかない。はい、百肉おみさんいらっしゃいませ、うん。名前を底辺高さ空想悪みって。ああ、それでもよかったです。あ、ごめんなさい、もう敬意と力を送ろう。何これ、天敵無意識さんやで。ペルソナ、いや何これ、心に潜む。聞こえないから手話黙って。もう一人の君を呼び出す力だ。音上げて。この先必ず役に立つ時が来るだろう。さあ戻りたまえ、君があるべき時間と空のもとへ。いや、僕もなんか何言ってるのかさっぱりでしたけど。まあ、ファイナルファイトは、はい、108コムさんいらっしゃいません。ファイナルファイト、ちょっとゲームが入手できなかったんで、とりあえず、ペルソナシリーズは未だに人気だからな。なんか、就職活動に戻れってさ。夏美先生、目が覚めたのね。シン君。あ、名字だからか。うふふ、保健室へようこそ。かわいい寝顔だったわよ。僕も知らないです。ジェシカを救わないといかんって言って買ってもらう。無理じゃないですかね。吉野夏美、聖エルミン学園の保健の先生、料理は得意でないらしい。保健の先生ね。サイコ先生、何しまっしん大丈夫。15,000円あるだろ。いや、だからそれはキャプチャー用のお金に使いたいんで、申し訳ない。ちょっとそれは使えないです。うん、よかった。気がついたんだね。シン。なんかシンって、なんかダメだな。倒れたなんて言うから心配したじゃないの。高見サイコ。どのキャプチャ買うんだ？いや、まだすぐは買いませんよ。シンたちの。誠って名前みたいだな。そうですよね。なんか。5なんか発売してから2年くらい経つのに、未だに発売価格ぐらいだからな。そんな高いんですか？パソコンは自作か？ PC はまあ自作というか、まあ、うん。高見最高、シンたちの担任の先生、明るい性格で生徒の人気も高い。部とか？うん、いや、一応自作ですかね。すみません、夏美先生。うちの子たちがご迷惑かけちゃって。生徒の面倒見るのが仕事なんだからしょうがねえじゃん。役者ゃほら、稲葉、少しは反省しなさい。で、大体の事情は霧島と綾瀬に聞いたけど、いや、キャプチャー買いたいですけど、ただ今ね、配信もう埋まってますから、今、急いで買う必要はないでしょ。うん、まあ、もうちょっとしたらね、もっと安くなるかもしれないなんて。早くクリアしてていいじゃないですか、じっくりやりましょうよ。今日はお手伝い中止にするから、その代わり三影総合病院で検査を受けてから家に帰りな。先生まで私たちがおかしいとか思ってんだ。あんたたちがまともなことくらい見てればわかるよ。ただ倒れた時にどこか打ってないか検査してもらわないと心配でさ。最高先生でも心配するなんてことあるんだね。まあ病院には行ってやるよ。そう、三影総合病院といえば、サイコ先生のクラスの子が入院してませんでしたっけ？なん、その村？その村のことだろ？そうだね。じゃあ、ついでってわけじゃないけど、その村のお見舞いをしてあげてよ。もう1年近くも入院してるんだものね。きっと寂しがってるよ。
これで動かせる？なんだ、上がこっちで、右がこっち、左がこっちで、下がこっちで、なんか箱が、なんだ、アイテム？傷薬？調べられるんですかね、いろいろ。何もないような。いや、ちょっとこれ、慣れるのめんどいかもですね。ふしたいや。最後先生、初見ですよ、はい。確か体育祭の準備を頼んだはずなのに、なんで空き部屋で倒れたりするかな。スリーサイズは内緒。紫の植木みたいなのが、セーブ。セーブですか。はい、ありがとうございます。体育祭まであと1ヶ月なのに全然用意できてないし、もう今年の体育祭中止するか。なんかすごい荒れてる先生ですね。すさんでますね。今の僕みたいになんか。今のペルソナと比べたら全然違う。いや、僕は全く知らないから、あれですけど。これ最後までやるつもりなの？どういうことですか？いや、なんで普通クリアまでやるもんじゃないですか。最後までってちょっと意味がわかりませんけど。どういうことですよ。なんか怖いですね。なんかそんなむずいんですかね。わかんないですけど。マーク。見かけ病院だろう。学校からだと結構歩くんだよな。ずっと北東の方なんだ。北東に行けってことですかね。まず学校から出て右行くだろう。で、大通りで。右に曲がって。結果の野草曲しようぜ。いや、そう言われてもわかりません。大通りを右に曲がって、で、突き当たりを左な。いや、わかんないです。だから何もわかんないんですよ。まあ、うろうろしてりゃそのうち着くさ。なんなんですか、その、すごい脅かすっていうか、ゆきの、一でも入院してるなんて、私だったら耐えられないね。みんなで元気づけてやるか。どういうことですかね。男女、いたしかたあるまい、煩わしいことは、見てて辛いとどういうこと？さっさと済ませるに書いて、見てて辛いって何？つまらないってことはないでしょうけど、夏美先生、新しい観葉植物を置いてみたんだけど、どう？いい感じでしょ？植物は話しかけてやるとよく育つっていうから。スパルボードフォードじゃないにしろ。そんなむずいんですかね。リスナーの意見無視して全部やるの？いや、わかんない。ちょっと、どういうふうに、いや、だから何が、全然状況がわかんないですよ。シンクもたまには声かけてやってね。観葉植物って、この赤いやつ？これに？アガスティアの木、若者よ、よく我のもとへ来てくれない。木が喋った。どういうこと？アガスティア、何時の記録を我に刻むのか、これがさっき言ってたセーブですか。セーブで。で、1,2,3,4,5,6,7。ドラケさんが。いや、だから、いや、ドラケさんはほら、ねえ、いや、だから何、全然状況わかんないで、これ本当に初見プレイで、縛りプレイとか何もありませんよ。とりあえずセーブしてみましょうか。データを書き込んでます。底辺、レベル5ですか。セーブは無事完了しました。あとなんかありますかね。何もない。何かないかな。1ってロリキャラ出たっけ？わかんないです。僕にはわかんないですけど、誰か知ってる人、答えてあげてください。何でしょう。何もないのかな。とりあえず、外、これが、矢印が外を出るんですね。ダンジョンって書いてあるけど、どういうこと？お前に聞いてない。そうですか。ごめんなさい。なんでこれ 3D？ あ、3D なんだ。あ、で、マップがあって、あ、なんか 3D ダンジョンっていうか、これ、どうしよう、学校で出るってことですね。病院に行けってことですよね。これどうなんでしょうね。ちゃんと調べた方がいいんでしょうかね。なんか、こういうの探索してもいいんですけど、ささって行った方がいいのかな。どうなんでしょう。いや、なんか相当むずいっていうから、多少寄り道してでもいろいろ行った方がいいのかもしれない。なんでしょう。何もないのかな。あ、なんか怪しげな壺。これは絶対怪しい。何もない。薄製造庫のチンゲが。知らないですよ。
綺麗な花、校長先生が花を好きだってのは本当の話だったんだね。なんでしょう、これが最初のパーティーってことになるんですかね、もしかして。探検もいいが、手術後の傷が痛いんで病院に行くのも、お疲れ。あ、はい、どうも、おやすみなさい。はい、忘れるなよ。どうしようね、うん、何もない、何もない。さっきみたいな宝箱みたいなやつじゃないとあれなんですかね。何もないって、うん。校長先生あるですか。はい、おだて大佐いらっしゃい。そんなかかるんですかこれ。校長先生あるですか。そうか、また。ナメクスってタイトルに書いてある。最後に生詰めやってくれませんかね。意味がわかりません。どういうことですか。これそんなむずいっていうか、むずいでしょ。だってたかだか RPG じゃないんですか。どういうこと？かかるわけない。かからないですか。うん、ならいいんですけど。これさっき言った、こっちは何これ。あ、これ玄関かな。なんだ、イベントが始まった。全く貴様ら呪いな。俺のように動作はテキパキと。見たい人と見たくない人が真っ二つ。まあそうですか。いや、僕にはどうしたらいいかわかんないですけど。少年追いやすくと言うだろうが、南條の野郎はよ、腹立つよな。いつか弱みを握ってやるぜ。いいなまも南條もどっちも子供なんだよ。これで外出るってこと、山岡坊ちゃま何時かな、うん、いや、山岡。おお、なんと、K 坊ちゃまがお友達とご一緒に下校されてくれた。う、嬉しゅうございます。山岡、南條家の執事、南條の幼い頃からずっと面倒を見てきている。K 坊ちゃま？いや、山岡、その呼び方はやめろと何度も言ってるだろう。僕は見ててわかんないからまた来るね、頑張ってね。はい、頑張ります。はい、何、僕、あ、いや、うるさいぞ稲葉。山岡、とにかく今日はいい、先に帰れ。おお、なんと皆様とお出かけでございますか坊ちゃま。病院に行くだけだってば坊ちゃま、やめろって。なんと病院とはお怪我でもされたのですか坊ちゃま。ふっ、あははは、はもう知らん、行くぞシン。いや、もうこは絶対についてくるなよ。うーん、どうなんでしょうね、今の茶番が必要なのかどうなのか。なんだこれ、マップ、北東って言ってたからこれ、うわぁ、なんかいかにも昔らしいマップというか、うん、だんだんキャラ設定が分かってきたな。まあですけど、病院に行けばいいんですよね、これ。どうなんでしょう、北東って言ってたから、なんかいかにもね、昔のグラフィックっていうか、ね、まあ CG ではあるんですけど。この辺にも羊いるの？いや、いるわけないでしょ。三ヶ瀬町一丁目、これ結構広いのかなね、多分これ車もない、なんかすごい時代はなんか感じるあれですけど、これなんだ、これが病院、あなたちょくちょく毒は来ますね。いやいやいや、そうだって、いや、そうそうは言ってもね、ちょっと、うん、まあまさにね、時代というか、うん、これどうなんでしょう。あ、車がある、あ、車通るんだ。え、これ引かれたりするんですかね、もしかして。ちょっと怖い。これ結構マップ広いかな、渡っていいのかな、なんか怖いな、これ。信号だって見えないじゃないですか。どうやって見えないのかな。うわ、怖い怖い。怖い。三ヶ瀬町2丁目。北東とかって言ってましたけど、これは女医通り、何、商店街、
入っていいのかな。なになにこれ、なんか大丈夫かな。なんかいかにもってなんか怪しいなっていうか、大丈夫ですかね。これ何ですか、ジャッジメント1999、なんだ、いいのかな。なんでしょう、うん、なんか、あ、誰か、あ、いや、違う、これ、何条？どうしたし、急にギャンブルに目覚めたか。どういうこと？男、ふへへ、あら、マークの、ラチナラ、ウヘヘ、なんか、やばい人ですね。どうやら、あんらじゃねえ、みてえだな、うん。なんか、おかしな人がいますけど。男、最近俺らテイラーズのスタジオによそ者が出入りしてるみてえなんだよな。しかもそいつ額に向こう傷があるらしくて、うん、危ないですよね、うん、なんかムカつくぜ。お前らほっときな、そのうち飽きて消えるだろうよ、うん、状況が見えてこない。毒しか吐かないよこの人。いやもう僕はそんなことないです。眠いゲームだな。いや眠くはないですけど、何をやっていいかっていうか、それがね、俺もスロットとか好きだけど、要は遊ぶのはやっぱ病院に行ってからだよな。やっぱ寄り道はしない方がいいんですかね。ちょっとなんか、うん、何もないような、いやちょっとだ、相変わらず稲葉の友達は変なやつらばかり。いやこれユンマ、僕は一応知ってるくらいだから、そこそこはね、有名なタイトルでしょ、言ってね、この作品シリーズまだね、やればいいよ、うん、まあやればいいです、やりますけど、うん、どういうこと？あなたゲーマーだろ。ゲーマーって言っても僕中途半端なゲーマーなんで、店員、こちらではコインとアイテムの交換を行っております。コインをアイテムに変えますか？これ、あ、本当にゲームができるってこと？あ、何？武器？攻撃命中？攻撃17。はあはあ、でもなんかすごい高いですね。うん、攻撃11とか、うん。でもなんだろう、武器だけ？まあいいや。カジノってことですね。ドラクエで言う多分、ここね。ってことは、この人が、違う、ちょっと分かりづらいか。店員いらっしゃいませ、こちらでお金とコインの交換を行っております。おかまだ、お金をコインに変えますか？お金あんの僕。ちょっと待て。あ、お金が下に5000あるってこと。いやこれ怖いな、やめとこう、うん、ギャンブラーあのね、俺の顔。さあ、違いますよ。とりあえず帰りましょう。なんか、とりあえず今は、チップは全額。チップは全額、いやですよ。で、こっちから来たからちょっと帰りましょう。なんか。ね、こっちから来たから。多分北東の方っていうからね、多分慣れるまでが大変そうだね。そうですね、このマップもね、覚えるのにどんだけかかるか。アトラスゲーはまず独特の雰囲気とシステムに慣れるとこからだな。三ヶ町二丁目、うん、いやこれマップ相当広いんじゃないですかね。大丈夫なんですかね、うん、言ってなんでしょうねこれ、うん、北東と言ってたはずだからあれだと思うんですね、これ。どう？え、なんだ？町を出てどうする気だ？病院に行くのだろうが。病院に行って、これが限界ってこと？渡っちゃう？どこだ、病院って。なんかマップとかないんですかね。いや、これで視点を変えられると。なんだこれ？あ、あれか。メニューか。底辺、南條くん、雪乃さん、マーク。
タイム27分、ヒットポイント SPSP、 まあ多分 MP みたいなもんでしょうね。マジアイテム、マジック、システム、ちょっとマップ、あれ、いじれん、マップコンフィグアナライズ、まあいいや、めんどくさい。とりあえずマップを見たいんですけどね。いやー、さっぱりだ、わかんない。しかもなんかね、ムーンとかどうとか、え、ここが原、え、北斗って言ってませんでした。ナメプしてんじゃねえぞこの野郎。いや、知りません、ナメプじゃないですよ。この辺が限界ってことは行き過ぎた？あ、なんかありそう。あ、ここだ。三陰総合病院。これですよ。うん。病院入り口。ほら、ちゃんと来たじゃないですか。ナメプじゃないですよ。ちゃんとね、初見でもきっちり。ねえ。多分ね、波の初見プレイヤーだったらね、道に迷って、多分ここで3時間ぐらい時間、浪したかもしれませんけど。さすが僕、たかが10分足らずでここまで到着しましたよ。はいはい。はいはい。何女、検査までかなり時間がある。その村の見舞いを先に済ませよう。無駄は少ないに限る。そういうのいいから。なんで、け、白状の野郎だ。その村なら302号室だぜ。リスナー様にナメプしてんじゃねえか。へー、稲葉詳しいね。うっせえな、ダチが言ってたんだよ。おい、はい、え、足に早く行こうぜ。で、302に行けばいいってこと？どういうこと？これが？これで302に行けと、階段登れと。2階？3回？まことなんか名字っぽくないな、うん、やっぱり吉沢にするか。え、今さら直せるんですか？よくわかんないですけど、変更できるならあれですけど、これどこが302？扉には鍵がかけられてる。ここはダメ？こっちは、ここも違う。できないのかな？わかんないです。あ、開いた。ここ？あ、女の子ね。では私は行くが、たまには外に出るんだよ。これも重要なリハビリだからね。あれ、もしかして、その村って女性？そうよ。マキさん？明日お散歩しましょうね。あ、この人。なんかオープニングちょっと一瞬出てましたよね。なんか、いや、ちょっと薄ら気味悪いというか。余裕なんでしょ？いや、早進めろよ。ちょっと待ってください。その村真紀、1年前から入院中の同級生、昔から入退院を繰り返している。ん？一番の薬が来たようだね。では我々失礼しよう。うん、シンくん、みんな来てくれたんだ、ありがとう。稲葉くん、気を使ってくれたんだね。どういうこと？どういうことだ？いや、僕がどういうことですけど。前に稲葉くんが来てくれたとき、私がみんなに会いたいって言ったから。違うの？なるほど。なんとなく分かってきた。稲葉はこいつにほの字というわけか。違わないよ。どう？元気？うん。前よりだいぶ楽。最近いい夢見るからかな。よく覚えていないんだけど。うん。とても優しい男の人の夢。お父さんみたいな。あの先生みたいな人、良さそうな先生だね。私、あの人嫌い。なんかされんのか。そういうわけじゃないけど、お医者さん嫌いなの。まあ、な話は予想や。そうだ、お袋さんは確か、セベクに勤めてんだよな。あんな人、ママじゃない。私より仕事の方が大事なのよ。私なんてどうでもいいんだわ。わ、悪い。あ、ごめんなさい。く？く？あ、なんですよ。いい、いい、
いやー、なになに、ちょっとこういうホラー調ちょっと僕嫌なんですけど、なになに、やめて、ちょっとなに、そんな脅かさないで、やめて。どうした、その村、おい、大変、先生、この野郎。一生懸命読んでますよ。何これ、え、その村大丈夫か、ICU って集中治療室でしたっけ、そんなやばいんですかね、戦闘まで長いな、いや、わかんないですけど、クソったれ、停電治らない、169コンさんいらっしゃいませ、スマホですか、いや、貴重な電池はちょっと取っておいた方がいいですよ、はい、せいよ ICU その ICU じゃないですね、何地震、な、でけえぞ、ドラゴンクエスト7に比べたら短い、そうなんですか、いや、ドラクエ7も100時間でクリアできますけど、どうなんでしょうね、収まったようだな、貴重な電池をこんな放送に、ですよね、僕もそう思いますよ、ここ北海道なんですかね、その村、なんだこりゃ、部屋がねえぞ、え、本当だ、部屋がない。え、どういうこと、壁？何？どういうことだ？確かにそこは集中治療室だったはずだ。どういうこと？キャー！いや、怖い、そういうのやめて。びっくりするから。姫？下の階から。シン、行ってみよう。いや、僕はここに、とどまりますから、皆さんどうぞ、みんなでここに。あ、そうですか。いや、そっちならいいんですけど。やばい、僕はとどまった方が正解だと思うんですけど、こういう時こういう時突っ込んだ人は絶対殺されるって。え、何これ、え、男たちに逃ぐがじだー、え、何、ゾンビ、そういうあれ、なんだよこいつだ、亡くなったはずの患者さんたちが突然動き出して助けてくれたおじいさんが、いやー、僕も嫌ですよそういうの。なんじゃこいつら死んでんのか、マジかよ、戦闘始まったら起こして、いや知らないですよ、いや山岡、ああおじいさん、山岡って、ああシシジのおじいさんが、そのために、ああ死んじゃったの、山岡、貴様ら、よくも、あ、すごい切れてるこれで戦闘、4人パーティーってことですかね。許さんぞ貴様ら、あれ意外と帝王山岡が南方主人公みたいみたいですよね、なんか意外と熱い、みんな気をつけな、だってよ、死体相手にどうすりゃいいっつうんだよ、なんだろう、後ろの一人底辺主人公喋らないですね、なんかドラケンみたいだ、ああミス、なんだろう、ぼぼく、あれ、はい、179本さんいらっしゃい、え、なんだろう、勝手に、なんだろう、なんか守護霊、我は何時、何時は我は何時の心の海よりいでしもの力を貸すぞ、なんだスタンドみたいなもん、ジョジョで言う、スタンドなんですかね、僕もそう思いましたけど、ね、てか勝手に戦闘しちゃうんですよ、僕が戦わなくていい、ダメなんすか、ペルソナって要するにスタンドのこと、すみませんそうなんすか、いや、メスを手に入れた、メス、どっち、女という意味のメス、モップを手に入れた、3ポイント振り分けてください、あ、キャラクターの育成をカスタマイズできると、なるほど、つまりこれで力に振るとか、体力、技、素早さ、運、どれに振った方がいいっていう、そういうことですよね。まあ僕は、こういうのって大体力合流していいと思うんです。うん、イエス。ああ。運に全振り。運に全振り嫌ですよ。どうせあれですよ、トラップでしょ。これね。あ、一人ずつ、あれか。
自分がステータス触れないってことかな。うん、まあ、とりあえず、なん、うん、まあ、今のオートですから、イベント戦闘でしょうけど。これはナメプですわ。なんで山岡、死んじゃダメだ。僕を置いていったりしないよな。な、山岡。なんと、坊ちゃま、そんなお顔されては、端正なお顔が台無しですぞ。坊ちゃま、立派な日本男児、男子たるもの、いつか一人で立たねばならぬのです。山岡がお役に立てるのも、もはやここまででございます。ダメだ。僕を置いていくことは許さん。しっかりしろ、山岡。もう、お別れでございます。坊ちゃま、最後に一つだけ、この山岡とお約束を。必ずやこの日本を背負って立つ一番の日本男児におなりください。ゴフゴフゴフ。山岡もゾンビになるのかな。そうなの。南条くん熱いな。わら。ああなるともさ、その姿をお前に見せてやる。山岡のことは忘れない。だからそれまで。さすが坊ちゃま。山岡いつまでも坊ちゃまの心の中に。山岡おい頼むよ、返事してくれよ、山岡。山岡。山岡さん。南条。そっとしといてやんな。おい、シン、今の奴らの声を聞いたか？奴は俺だとか言ってたぜ。私も聞いた。ひょっとしてあれがペルソナ様なんじゃないの？力を貸すってんだから敵じゃねえのは確かみてえだがな。うますりゃこっちの言うことを聞くかもしれねえ。とりあえずペルソナとでも呼んどくか。あれ様つれてたのに急に呼び捨て。確かにそんな感じはしたけどね。嫌な予感がする。外に出てみよう。もうこれ街の外敵だらけ。もしかしてなんでこれ、まあ、何これ。クリアするまで寝ないとかよくやりますね。はい、190個目さん、いらっしゃいませ。なんで、ですよね、これ。フォームって、隊列の陣形みたいなもんですかね。マニュアル、ロード、よくわかんない。マニュアルでいいのかな。なんでしょう、これ。ね、多分これがあってことでしょうけど。いや、変えていいかわかんない。え、キープ。いや、わかんないです。いや、ちょっと考えさせてください。なんか、いろいろ装備も。メス。どうなんでしょう。武器持たせた方がいいんでしょうね。メス。うん、で、動かす。チュートリアルとかないのかな？ないみたいですね。まあ、昔のゲームですからね。そんな、丁寧なチュートリアルはないでしょう。うん、ないでしょうね。うん、あいつが亡くなってな、よっぽど大事だったな、あのじいさん。うん、なんかないかな。レーズは待ったれるな。レーズは、はい、コミュニティフォローどうもありがとうございます。うん、ないんだ。南條、あのじいさんの前だと子供みたいだったからね。大事な人を守れなかった苦しみ、これ以上辛いもんはないさ。なんか意外と大人びてますね、この人。ね、あ、立ち上がった。山岡、僕はどうすればいい。お前がいなくなったら僕は一人だ。誰も僕を褒めてくれない。誰もそばにいてくれないんだ。何もない。すでに亡くなっている。ああ、亡くなっている。死んでる。どうしよう。何もない。これはどうなんですかね。いや、あれ、出口がない？何もない。あれ、出口ってか、じゃあ、ここの中行かないとダメってこと？あ、なんか始まっちゃった。
これ大丈夫ですかね。もうなんかもう普通に敵がいるんじゃないですか。もう病院内なんかさっきまでとなんかダンジョンみたいですね。なんだバックアタック、マジでFFじゃんどういうこと。ちょっと待って、ファイト、逃げる、コンタクト、フォーム、オート、アナライズ、いきなり笑、なんでしょう。ちょっと待って、これフォームが何わからん、何もわからん。ファイト、相変わらずバックアタック好きですね、笑。僕ね、これスクエニのゲームじゃないんでしょ。ファイル、待って、ファイト、ソード、ガン、だってさっきあれしたから、コンタクト、なんだろう、ガキ、インキ、ヨース、いや何が残なのかさっぱり、ソード、範囲に敵がいません。なんでしょう、コンタクト、なんだろう、なんか書いてある。説得する、挑発。なんだこれ。なんかいろいろある。いじめで諭す。わからん。何のことやらさっぱりだ。オートにすればなんかやってくれんのかな。ノーマルオート、リプレイオート、パーソナルオートにもなんかいろいろ。ノーマルオート、自動的に戦ってくれんのかな。噛みつき。あ、弱い。なんだ、びっくりした。なんだ、オートでいいんじゃん、ちょろー、行くよ。あ、しかも強い、うん、なんだ、ディフェンスとか、なんだこれ。分厚い説明書読んでないの？全く読んでません。僕はこういうあのゲームっていうのは実際にプレイしながら覚えるもんだと思ってますけど。あれじゃないですよ、説明書はありますけど。あれ、これ武器の範囲が嫌で、武器の範囲が嫌でって言われても、これどうやって止まんの。いや、止まんない、範囲におらんから。いや、それもわかんないし、ナメプしねって言われても、だってどうやって止まんの、その前。なんかあれ、どうやって止まったんだ。ちょっと待って、コンタクト、説明が入った。どういうこと。デビルアナライズ、フォーメーションを変更する、逃げる、フォーメーションを変更する、どうしよう。よくわからんけど、前に出せばいいってこと。で、重なっちゃダメってことか。で、これをこうすると、で、OK。セーブしますか？フォーメーションのセーブをするってこと？で、これが8パターンぐらい。どうなんでしょう？とりあえず1つセーブして。なかなかの沼っぷり。そうなんですか？いや、わかんないですよ。だって。ディフェンド、いや。ソード、ダメ。いや、ちょっと待って、ディフェンド、これでいいですか。いや、何のことやら分かんないけど、イエス。痛い。全員剣で攻撃、前回のコマンド、個別に設定できる。まあいいや、全員剣で攻撃。ナメプやな。知りません。だから初見プレイなんですか。もっと見も、いや、温かく見守ってくださいよ。これで面白い？いや、わかんないです。面白いっていうか全くわかんないから。素手縛りで行こうぜ。いや、だったらわかんないですよ、何を縛ろうっていうか。俺が、あの時ちゃんと家に帰らせておけば。ここはなんだ？この力使えばこんなことの起きた原因を突き止められるはずだ。ちょっと待って。
舐めた真似しやがって。盾じゃおかないよ。絶対に元に戻してみせるから。テレビも映らないし、電話だってかかりゃしない。何がどうなっちゃったのよ。いや、僕もさっぱりわかんない。くそ、なぜ集中治療室に行けんのだ。患者がいるのに、その村くんの治療しなければ。あ、この人が先生。あ、宝箱、段ボール。傷薬、うん。何もないようだ。看護婦、診察室なら怪我の手当てをしてあげられるのに。でも診察室がどこにあるかわからないのよ。部屋の位置がめちゃくちゃに変わってるんだもの。なんだそれ、わかんないな。救急メット、なんだろう。何もない。だけなんかな。ただそれだけ。また戦闘？面倒っすね。ちょっと戦闘なんか、さっきの見る限りは。今度はあれだけど、オートで、どうかな。ガル、なんだ、アーメン。ベルソナ使えや。ベルソナ使えや。ベルソナ使えや。じゃあなんだこのダダコ。ディア、ディアって FF にもあったような。あ、回復、ディアが回復って感じ。行くよ。コンタクトにもなれとけよ。コンタクトにもなれとけよ。いや、そう言われても銀のマネしや。こっちは何これ。あ、アガスティアの木、若者よく我の元へ来てくれたな。あ、これがセーブってこと。何時の記憶を我に刻むのか。これセーブか。上書きすると元のデータ消えてしまいます。上書きします。はい。そんなこと言われてもじゃなくて一回やってみればええやん。いや、そうですけど。もう何が何やら全然チンプンカンプで、僕のあのキャパシティもう容量オーバーしてるんで。無理ですわ。ちょっとそんな一度に、そんな中卒にそんな頭いいことできると思わないでくださいよね。え、なんか来たな。ペルソナ使うってどういうことだ。コンタクトじゃないでしょ。なんだろう。どうしよう。説得する、挑発する、上位なんとか、フィア、説得する。底辺は説得した。お前をお手を交渉の練習台にしてるだろう。ひどい人間だ。すごい心が読まれてる、バレてる。ということは挑発する。なんだろう、なんか見抜かれてて臭い。ね、ああ、アンガーって怒ってるってことか。あ、なんかあれか。そうするとなんか向こうの心情があれするってこと。挑発、底辺は挑発した。お前本当はこのお出に気があるんだろ。ほら、何か出しなって。なんだこれは。おで金欲しい。69。悪魔の性格に合わせるんだぞ。いや、わかんないですけど、あれでいいのかな。嬉しいよ。なんか
喜ぶ、わかんない、うん、で、なんだね、なんだね、なんて書いてあるんだ、インタレスト、興味があるってことか。広告どうもありがとうございます。ダンジェロさん、ありがとう。好奇心が湧いて勧誘するとあれってこと。底辺は勧誘した。俺の力が欲しければ何かよこせ。怒ってる。俺聖地ついた。黄色か緑色をあげれば OK は。お前吸わせてくれ。どういうこと。まあいいや、吸わせたらどうなるんでしょう。お前結構いいもん食ってるんだな。聖地でわかるんだぞ。どういうこと。これで喜ばして説得すればいいのかな。どこ吸うの、わかんないっす。聖地を底辺は説得した。お前と交渉しようかな。とりあえずそうだな、なんかもらうよ。俺聖地吸いたい。お前吸わせてくれ。いいのかな、こんな吸わせて大丈夫。お前結構いいもん食ってんだな。聖地わかるんだ、うん、でどうすんだこれ。これもう一回説得。どういうこと。いや意味がわかんない。勧誘しようぜ。説得した。勧誘なんかよこせ。これするとお前俺のこと悪魔だと思ってないだろ。けどだって怖いんだぞ。お前にろくな交渉できないんだな。俺以下ってことだな。あ、怒って、なんだろう。俺交渉心あるから別の人間と交渉する。あ、逃げちゃった。なんでしょうこれ。わからん。悪魔をどうにかしてあれしないとってこと。なんだ全然わかんない。コマンド最終確認。バトルメッセージスピード、バトルウィンドウアニメ、パーソナル応答設定、何のことや。決定キャンセル、オートキャンセルな。オートキャンセルが資格か。オンラインヘルプ、オンオフ、どういうこと。交渉して好感度が上がったら勧誘じゃないの。わかんないっすな。ご機嫌取って勧誘じゃないのかね。ご機嫌取ってから勧誘か。まあいいけど、とりあえず倒す。アナライズってなんだ。あ、アナライズで敵の情報が見れるってこと。ちょっとひらがなばっかでも欲しい。どうやってどうやってペルソナ。あ、これか。ペルソナ発動するか。ペルソナ変更する、発動する、銃で攻撃する、防御する、アイテムを使う。ペルソナ発動する、ガル真空波で小ダメージ。あ、これで全員にコマンド入力で聖なる力で攻撃。でもペルソナ使うと多分消費するんでしょうね。召喚だから体当たり。範囲に敵がいません。だからちょっと待って。ペルソナハンマーでどうしよう。近づかないやつはガンは、ガンは装備、ディフェンドでペルソナ、隔熱で小ダメージ。これでいいですか。いや、まあなんとな。うわ強い。200入った。グレイ、なるほど。まあ要するにペルソナ魔法みたいなもんですかね。まあね、 SP だかを消費するけど。あ、弱い。スイートトラップ、なんだこれ。看板落ちたってこと。落ちた。スタンドと名付けよう。スタンドですよね。とりあえずなんか雑魚戦はオートで済ませればいいんじゃないですかね。なんで
ペルソナって神保町の有名カレー屋か。いや、ごめんなさい、知りません、僕。こっち行き止まり。上行けってことか。わからんな。ねえ、とりあえず今、回復は、やり方がわかんないし、アイテム傷薬はあるけど。これ、どうしよう。めんどいな。オートでいいのかな。行くよ。ファイナルファイトいくらしたんだよ。え、ファイナルファイトっていうか、だからね、そのリスナーさんが言うにはなんかね、アーケード版のファイナルファイトがいいから、だからカップクラシックコレクションってやつがね、それでないとできないらしいんで。それ結構ね、品数少ないらしいんで、探しましたよ、本当に。全然近場じゃ見当たらないっていうか。通販でもいいのに。え、いやだって他のリスナーさんがアーケード版じゃないとダメって言ったんですけど。あ、 ICA ってこれ、あ、これが壁。マーク、クソ、クソの村はどこに行っちまったんだ。いや、スーファミリーだったら僕だってやっていいんですけど、なんかね、すごいアーケード版でないとダメって人がいますから。いくよ。一人でしょ。え、まあそうですけど。はい、どうも。230個目さん。スパロボあるから。ああ、そうですね。だからスパロボ終わってからでないとですよね。そっか。まあ、スーパー版でいいんだったらね、もしスパロボ終わった後でいいなら、ね、ファイナルファイトやりますけど。多分、スーパー版だったらもうちょっと安く買えるかもしれませんし。いつやねん。えへへ、いつやねんって言われても、まあ、もしかしたらね、第3次クリアできなかったらギブアップするかもしれませんし。早く。早くって何を。ファイナルファイトをまあ、頑張りますけど、最近わからんゲームばかりや。そうですか。僕もこれ初見プレイだから、シンスマンがいつものように頭が。なんでスパロボあったらスーファミできないんだ。え、だから、カートリッジを差し替えると、ねえ、セーブであったっていうか、バッテリーバックアップ、ね、電池が切れちゃう可能性もありますから、ちょっとそれが、畜生、何か手がかりがあれば。この街の空気変わったような気がするな。なんだか息苦しいよ。いや、息苦しいっていうかおかしいでしょ。電池切れかよ。そう、そのリスクがありますから。ディスも、なんとか。窓の外にもやみたいなものが張ってる。ドラクエ5昼間しかやってません。街を囲んでいるみたい。まさか変な小説みたいにこの街から出れないなんて、そんなことは、リスクを取るなって言われても、そんなことはあるはずないよね。ヒロシ、久しぶりじゃの。わしの話を聞きに来たのか。では、ためになる話をしてやろう。誰が来れるんだよ。来てますよ、結構。落ち着いてよく考えて行動しろ。そうすれば、お前必ずたどり着く真実にな。ところで、トム、アキコさん、昼飯はまだかの。おじいちゃん、さっき食べたばかりでしょ。なんだろう、救急メットとかって言われても、防具？ちょっと半端な互換機じゃなく1万5000円でレトロフリーク買えば解決や。はい、はい、240個目さんいらっしゃい。気になるだろ。1万5000円ってレトロフリークって、もっと高いじゃないですか。レトロフリークなんか2万ぐらいするって。マック我慢しとけ。やったから。ただ、レトロフリークね、買うにしても、
どれだ、アイテムだっけ。アイテムで相当イキュイップ装備、マキシマムが最高装備、オールマキシマムでいいのかな。このゲームだといじりなしか。いやごめんなさい、いろいろ装備できるのか。マキシマムが多分ね最強装備ってことでしょう、問題は、ユーズが、回復とか使うとヒットポイント少し回復、ちょっと底辺減ってるからどんぐらい回復するんでしょうね。あ、普通に満タン。もったいなかったかな。レトロフリークって1万5000円で買えるんですか。ただ、レトロフリークね、買うにしても、その前にね、HDMI のキャプチャー買わないと、レトロフリークで配信できないんで、まあ、なんかね、レトロフリーク、あれするにしても、ね、HDMI キャプチャーないと無理なんですね。これどっちから来た？あれ？こっち行き止まりでしょ？でも。どっちから来た？あれ？どっち？道に迷った。どっちだっけ？いや、こっちか。こっち行けばいいのかな。まあ、音でいいでしょう。ノーマル音で。なんでアーメンって言うんでしょうね。よくわかんないけど。行くよ。すごいしな。自爆？なんかおっかないこと。うわ、やばいやばい。なんてこと。あのゾンビがちょっと硬いのかな。2回攻撃。なるほど、敵から近づいてくることもあるってことか。レベルアップと、なんだ、PLP レベル、なんだろう、エネミーの違うな、よくわかんない。3ポイント振り分けてください。あ、底辺だけステータスが振れるってことですか。何に振ればいい。ペルソナやろ、アンケで。アンケで。え、何ですか、フルステータス。いいじゃないですか、なんだって。いや、技何がいいんでしょう。ペルソナレベル。ペルソナレベルか。あ、なるほど、ありがとうございます。運上げとけ。運上げとけ。なんか嫌な予感するんでやめときます。とりあえず低いの上げてみましょうか。でこっちでしょう。行き止まり、なんか嫌な。あ、ここはあの部屋ですよ、ね。特化させるといいぞ。特化させると、やっぱりそうですか。マーク君隊列変えないと何もできへんで。ちょっと待ってください。山岡。ちょっと待って。誰？マーク君隊列変えないと。誰？マークってこいつ？でもこれ無理でしょう。こういうことでいいのかな、よくわかんない。ハドミコンポジット変換器みたいなのかませるでもありかもよ。変換器かませるみたいなのでも
ああ、そういうのもあるんですか。なるほど。ちょっとまあ考えておきますけど、その村も心配だけど、とりあえず町に出てみようよ。嫌な予感がするんだ。町って言ったって、どうやって町出るのって話じゃないですか。ここその村の匂いがするんだ。その村必ず見つけてやるかんな。ちょっと危ないですね、この人。なんかないかな。何もない。人形が実は最終兵器とかないか。なんですかね、このホラーチックな BGM。 ちょっと僕はね、こういうのあんまり。どっちでしたっけ。上ハドミの変換器は詳しい人間が選ばないと確実に失敗する。あ、そうなんですか。そういうめんどくさいのがあるんですか。あれ、こっちから来た。これ下降りた方がいいんですかね。うん、なんかやばいのが来た。オートで行ける？行くよ。そうなんだ。それはすまんかった。あ、ちょっとね、なんだ？なんか物が落ちてるやつか。行くよ。失敗して人間がここに繰り返し。ああ、なるほど。実体験があったということで。なるほど。確かにそういうのね、失敗したらやばいですからね、やっぱ。どうしよう、南條くんがちょっとヒットポイントやばいけど。面白い声出すね、このゲーム。そうですね。行くよ。俺はハドミキャプチャ買ったけど、帝王さん資金が限られているから何かないかなと。いや、お気持ちは本当ありがとうございます。まあでもね、キャプチャーすぐ買うってね、とりあえず今ね、ゲームの枠埋まってますし。ちょっと待って、これさっき来たんですよね、こっちって。え、来てない。え、大丈夫かな。あれ、戻ってきた。いや、戻ってないよな。あれ、じいさん、何君。患者、私は何が起こってももう確保はできてるけど、まだ小さい孫は心配でね。学校に行ってるはずだから、学校には何も起きてないといいね。わかんない。あんな力気持ち悪いけど、役には立ちそうだね。どうしよう。下に降りて帰った方がいいのかな。絶対に原因を突き止める。俺にはできないことなのないはずなんだからな。うん、なあ、この力他のやつらも持ってるのか。うん、これあとね、なんかマジック、魔法あるんだ。魔法あるんだ。魔法がペルソナか。キャストなんだ、千面混合、異前名を。これがペルソナの名前。カード、スペルカードなんてもんがあるの。でもこれ、ねえ、回復とかできないでしょ。傷薬。ディアモチいるやん。ディアモチごめんなさい。さっき言いました。ディアモチちょっと待って。そうですね。なんか回復でしたっけ、さっきね。マジック。
ペルソナ、ディアモチ？誰がディアモチ？チェンジ、ステータス、ベスト。違う。なんだろう。どこだ？わかんない。わかんない。わかんない。使い方が。まあいいや、とりあえず。カストで使うんじゃない？カスト雪乃さん。キャスト雪乃さん、ちょっといいですか？マジック？キャスト雪乃さん。あ、これベスタで、あ、ディアでヒットポイント少し回復。あ、これか。で、これで80。あ、結構回復するか。ありがとうございます。なるほど、なるほど。ちょっとわかりました。はい。どうしよう、これ。結構めんどくさいですね。これ覚えるの大変でしょ、これ。多分こういうのがね、初見さんにあんまり受け入れられないんじゃないですかね。行くよ。ちょっと覚えることがね、多すぎって気もしますわ。うん。この辺が難しいのいなのかね。多分ね、いろいろシステムが複雑っていうか、覚えることがたくさんだったりするのが、多分ね、あんまりね、多分ライトゲーマーには受け入れられてないってことかもしれませんね。まあそれだけだったらいいんですけど、どこまでやり込むとかでいろいろ変わってくるかもしれませんね。これ下降りていいのかな。勧誘もやってよ。勧誘するとなんかあるんですか、いいこと。ちょっと待ってくださいね。でも補佐って来ましたよね、言って。どこ行きゃいいんだ。勧誘さっきやりましたけど、俺も初見だからわからない。わら。コンタクト、普通に難易度が高いからな、プレスでは。そうなんですか。でもその反面、めんどくさいのが好きな人もいる、はい、なるほど。どうしよう。説得する、説得するでいいのかな。底辺は説得した。この寒さも辛さも知らねえくせに。何ですか、挑発すればいいんですか。テンハ挑発した。歌ってみて。ゾンビだからってバカにすんなよ。うん、じゃあ歌ってみてましょうか。なんだこの曲。俺音楽はいつも1だった。どんどん怒ってるじゃないですか。これやめた方がいいんですか。もうちょっと、いや、ダメだし。ちょっとこれ、できん、戻れない。こいつらはダメなのかな。わかんないですね。戻れないのかな。どうやって戻るんだこれ、ダメ。これ怒ると叱るとか、雪の悪魔叱った。俺をバカにするな。ああ、消えろ。いじめようぜ。なるほど。怒るかどうかするか、限界までいくと。交渉中断なんてないよ。なるほど。こう、成功するにしても失敗するにしても、交渉は最後までやんないとってことか。で、怒ったと。で、失敗すると、こうやって先制攻撃されちゃうってことですかね。まあいいや。なるほどね。ただ問題はね、勧誘してなんかいいことあるんですかね。まあ、あるんでしょうけど、それは。行くよ。
か生々しいですね。黄色狙ってやってみな。仲間になってくれるんだろ。さっき誰かが慣れておいた方がいいって言ってた気がしたから。そうですね、仲間になるんだ。仲間モンスターみたいなもん、まあペットみたいなもんかな、わかんないけど、後々しとかないとってことでも、序盤のザコなんか仲間にしたってあんま意味ないんじゃないですかね。よくわかんないですね。じゃあ可愛いやつ連れて行こう。最初のスライムが良かったな。今さら。とりあえずちょっとこの病院出ること考えないと。違う。灼熱覚えるよ。そんなん絶対嘘ですよ。僕悪いスライムじゃないよ。いや悪いスライムだ。いやじゃあもう一回コンタクトしてみます。このゲームの声帝王さんやってんの。はい、めっちゃ懐かしいもんやっとるね。はい、276個目さんいらっしゃいませ。いや覚えないじゃないですか。どうしよう。スライム説得する。愚かで延期面倒嫌だよ。お前あっち行ってよ。そんなんじゃあ歌うからがヒントになってるのかな。愚かで延期がヒント。お前おで楽しませる。おでもっと楽しみたい。お前なんかくれ。おで正気吸いたい。お前吸わせてくれ。性格そういうの覚えないとなんすか。そりゃ面倒だ。そんな性格であれってこと。そういうのやだ。そういう組み合わせ面倒じゃないですか。覚えなきゃいけないの。お前結構いいもん食ってんだな。正義設定だよ。主人公オンチ、あ、ジャイアンみたいに、うん、僕と真逆ってことですよね。挑発する。底辺は挑発した。おでは頭に挑発したらダメじゃないですか。よこせ。おでん回せてほしい。1個でいいんだぞ。とりあえず緑マックスにして勧誘しよう。あれ？魔石ある？嬉しいよ。歌う？これでマックスってことですかね。うん。で、これで勧誘するってこと？底辺は勧誘した。おでの力が欲しければ何かよこせ。おで、魔石欲しい。1個でいいんだぞ。しょうがない。あれってか、魔石ってどうなんだ？嬉しいよ。ダメ。どういうこと？これ、勧誘するじゃないんですか？ダメ。ダメってどういうこと？何が失敗したってこと？よくわかんないです。どういうこと？まだマックスじゃない予感。青あげろ。青あげろ。青をどうやってあげるんですかね？他のキャラ？ごめん、オッケー。ごめん、オッケーって。いや、全然状況がわかんない。恐怖。恐怖をあげるってこと？いじめる、叱る、誰か。フェア。フェアですね。全部あげないとダメってこと？いじめろ。全部あげないとダメってこと？フェア恐怖。うん、それはわかりますけど、一応。お前最高かな。次に生まれ変わるときは、おで、人間になるぞ。全部いけ。そんな面倒くさいんですか。とりあえず交渉は成立。お前どうしてほしい。スペルカード何かよこしない。仲間になるんじゃないの。スペルカードだか。よくわかんないですね。ちょっとお前最高だから、おでこれをもうやるよ。17経験値カード。おでのスペルカード大事にしてくれ。かっこいいペルソナにしてほしいけど、あまり多くは望まないよ。スペルカードって何でしょうね。基本、黄色と緑をあげれば OK。ねえ、さっきスペルカードみたいなものがありましたけど。カード、スライム、これが何でしょう。
これしないとスペル増えないのかな。いや、スペルが何なのかっていうのがわかんないですけど、これでスペルカードって何ですか、エロい人。これでなんすか、戦闘中にモンスターを呼べるってことですかね。よくわかんないですけど、とにかくカードを集め置くとくといいよ。これを合体させてペルソナ作るんだぞ。あーなんか、あーよくわかんない。あーなんか女神転生でなんか合体とかありましたよね。そういうこと？そのコマミに貯めろと。じゃあなんすか、レベル上げるより、レベル上げるよりはコンタクトした方がいいってこと？なるほど、要素が多いですな。陰気弱気、愚か、なんでしょう、陰気弱気？システムが複雑そうだ。ねえ、陰気弱気。陰気な人に、陰気と弱気は何をすればいいんでしょうね。弱気だから、なんすか、いじめるでいいんですかね。歌っとけ。あんたそのうち私のこと悪魔って呼びたくなり、ふふ、どうしようかな。じゃあ、ははじゃあ、ひねくれた交渉術使っても俺には興味ねえぜ。でも興味あるじゃないですか。レベルを上げないと C の作れない。刺さってる。どうでしょう。あんた誰に向かして話してると思ってるんだ。レイディシュラーズは嫌いだよ。なんだばかり。ああ、怒る。低いとペルソナを使えないことがありますよ。でもレベル低いともらえないから注意な。なるほど。こっちのレベルが多いとスペルカードをくれるってことか。叱るでいいのかな。人の話は黙ってきな。茶化したら焼き入れる。今時焼きなんて言葉。そんなに叱らなくてもいいじゃねえ。ダメだ。やっぱ歌？当たった。なんだバカ野郎、俺にはそんなに手かい。俺は物欲仲間なんだ。知りませんよ、俺は魔石かもしれない。あれ怒ってるからもういいんじゃない。あじゃなくて、ちどうしよう、これ挑発。なんだバカ、怒っちゃった。俺は交渉代だ。俺は怒ったぜ。もうめんどくせえ。悪魔が威圧してきた。悪魔の迫力に負けた。いまいち。うわね、覚えなきゃいけないことが多すぎますよね、これ。もう倒すしかないでしょう。いくよ。下手くそやね。下手くそですか。そこは初心者だから許してくださいよ。行くよ。敵によって交渉しやすさとかあるのかね。あるんじゃないですか。愚か系は南條くん使ってみたら。愚か系は南條くん、何十分ですか。覚えるとかじゃなくて、こんなん感覚でいいよ。感覚で、いやだって感覚でって言ってもね、これ愚か系何十分、愚か系じゃないんですよこいつは。陰気弱気誰だ、なんだしょう。誰でしょう、さっき、歌っとけ。本当に歌っとけって、さっき失敗しませんでした。まあ、だんだん分かってくるさ。いろいろ試してみたら良いじゃない。初心者だもの、三つを。見つめるか。見つめる。ダメだこいつ。誰か他に見つめる？悪魔を見つめた。怒る。わかる。これやらねえ。おい、ガチだからってガチさ。なんだバカ野郎。
カラス。いくよ。どっちでしたっけ、こっちから来た、あれ覚えてねえやこっちに行くんでしたっけ、あれもうやばい、道も覚えてない、なんかいますね、なんか青いガチャピンじゃないけどコンタクト、これ愚か陰気、さっきなんか言ってましたね、愚かでどうとかね、南條くんでしたっけ、妖精さん愚かだからどうでしょう、なんだ愚か、物で釣るってこと、ほんの鉄石が表と裏が逆の10円玉をくれてやろうウッキーなめんなボンボン、僕はそのものいらない愚かじゃないですか僕が、この僕が欲しいのは別のものなんだよ。演説でいいんじゃないの演説でいいんですかね、僕、魔石が欲しいのは一つでいいんだけど。で、しょうがない、くれてあるよ。魔石って何でしょう、しかし、何女か魔石を持っていなかった。持ってないの、もしかしてバカでしょ、バカバカ。何すか、演説、何女は演説した。ウッキー、こんな講師は嫌だよ、僕は怒った。もう全然成功しないじゃないですか、これ。何ですか、これ。すまん、笑、いや、いいんですけど、なんかやるコマンドやるコマンド全然通用しないっていうか、もういいや、もうカードなんかいらないじゃないですか、実はピクシーしようよ、ピクシー、ピクシー自爆、うわー、やばい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 、ちょ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 、そんな言ってられる余裕はない、うん、オートでもうやっちゃえ、意外となんかなんでしょうね、敵の強さが変わった、戦うならはいエルフのバンバン使ってった方がいいよ、本当ですか、あだからあペルサ使わないとペルサのレベルが上がらないってことですか、もしかしてディアー、めんどくさいですね、あれめんどくさいからなんかこれ今だからあれですけど、これペルソナ使わずにクリアできないんですかね、無理ですかね、やっぱりね、ペルソナってタイトルなのにね、ペルソナを使わずに、階段の踊り場で演歌なしでスプ回復できる、あ本当ですか、あ移動すると回復するってこと、まあちょっとまあとりあえずね、これペルソナ使わずにクリアできるとかだったら面白いんじゃない、カードなくても良いんじゃない、最後までメラやホイミレベルしか使えないけど、そうなんですか、できるよ、面倒だけど、あ面倒だけど、結構回復しますね、できるけどつまんない縛り、つまんない縛り、僕的にはなんかすごい楽で良さげだなって思うんですけど、でもそれだと面白みないぞ、そうですか、皆さんはやっぱそういう合体のあれとかを見たいってことですか、傷薬に行こう、このゲームでやる意味ないよ、そうですか、君大丈夫かね、どれ見せてみなさい、あ医者さんだと回復してくれる、私は一人でも多くの人を助けたいと思っている、いや君も無理はしないでくれ、回復してくれた、患者さんたちと連絡が取れない、女神異分録ペルソナ、うん、だからペルソナを使わずね、クリアしてもいいんじゃないかなって僕は思ったんですが、ダメ、ドラクエみたいなヌルゲーと同じにするなよ、苦しんでるやつがその村の他にもいるのかな、
よくわかんない。まあ話は聞かなくてもいいのかな。こっちじゃないか。どっちから来たっけ？それすら覚えてない。あ、アイテム。アイテム？え？まあいいや、ちょっとコンタクト。どうしよう、こいつを。愚か陰気短気。さっきの部屋。はい。え？と取りませんでした。ちょっと待ってください。歌う？ウッキー怒ってばっかりつまんないよ。誰か説得のプロいないの？一括？ふっバカめ。うひょひょ、僕を怒らせるつもり。いや、ごめんなさい。いや、傷薬取ったと思ったんですけど、一つね、クスクス変な人だな。お、一括が有効？この死ぬ者が、死ぬ者なんて、うひょひょ、しゅしびれる僕も言ってみたいな。弱気系は雪の使え。でも今聞いてる。たわちが。うひょひょ、僕を怒らせるつもり。クスクス変な人だな。どうしよう、これで。でも両方あれしないとダメなのかな。何でしょう。いいね。わかんない。いじめる。黄色だけ上がってはいいよ。あ、本当ですか。ちょっとまだ、あ、やばいやばい、なんかやばい。いいな、命って。しょうがないね。おいしそう、いただきます。じゃあ今なら勧誘できるってことですか。底辺は勧誘した。ここはそんなお手軽な悪行じゃないぞ。どうしよう、大丈夫かな。もう一回勧誘。悪も勧誘した。つまりこの僕に何かしてほしいんでしょう。そうそうそう、ってこと。スペルカード、今後ともよろしくじゃなくて、僕のカードを大事にしてね。ポルスタガイストのスペルカードを手に入れた。勧誘成功すると戦闘自体は終わっちゃうと。いや、さっき取ったはずですから多分いいと思うんですけど、問題はどっちか。いや違う、こっち行くのかな。そうそう、こっちから来たから、こう行ってとりあえずなんすかね。さっき言ってたファイト、ペルソナ。いや、最後に勧誘を選ぶ必要はない。あ、そうですか。はい、まあとりあえずですよ。カルデライト、なんだカルデライト。あ、違うか。何でしたっけ、説明。真空波で小ダメージ。物欲って言ってるね。足次は物で釣ろう。あ、そうですか。ちょっとデライト、敵メーターをマックスにすればいいだけ、うん、じゃあさっきのじゃマックスになってなかったってこと。ハンマー、聖なる力で攻撃、敵を魅惑状態。体当たり、フレイディア、いや、まだいいか。ブレイ、これでいいですか。何があれなんでしょうね、これ。力でいいか。
うんとっか。うんとっか、本当に力と体は地雷。力と体は地雷、本当になんでそういうことを最初に言ってくれないんですか、もっとはっきりと。なんか怖い怖い。あ、イベント始まった。シン、この人まだ生きてる。手を貸して。平均的も地雷。あ、平均的も地雷。シン、その看護婦はもう助からん。グズグズしていると。二の前だぞ。おい、シン、そこまで化け物が来てる。経験値は戦闘の貢献度によって増える。なるほど。やば、来た。やば、来た。やば、どういうこと？平均は一番やっちゃいけない。はあ。じゃあ、本当に運とかなんですか。マーク、どうすんの？早く決めろ。助けるか助けないか。ユキノ、見捨てちゃいけないよ。手を貸して。僕だって山子を置いて行きたかない。やむを得ない選択だ。行くぞ。どうしよう。どうしよう。いや、外に出る。逃げよう。上に乗っかれ。稲葉、行くぞ。上に乗っかれ。ダメだ。来るぞ。ダメだ。戦うの、結局。あ、なんか来た。誰、何、後ろ。あら、ごきげんよう。まあ、ここにも、ジェモンがいますの。そうなんすか。どういうこと？あ、5人パーティーになった。な、霧島、下がれ。ノープロブレム？私、こう見えても、剣術には少々自信がありますの。エリコ、普通の相手じゃないんだよ。たく、世間知らずのお嬢様が。あ、これ、オート戦闘弱いじゃん。あ、ペルソナ？スタンド使いか。本当に？いや、3ポイント。どうしよう。本当に運なんですか？運って何に変わるの？本当に？いや、リスナーさんを信じましょう。ね、こういうの疑ってかかっちゃう。気にしないで OK。力の方がいいですかね？どういうこと？特化がいいんでしょ。でも力と体は NG って言ってたし。どうしよう。でもあれしても技にしよう。林本当に林今のはニケ グリースの勝利の女神。あれは私、私はあれ。何を言ってんだこいつ。エリコちょっと大丈夫かい。ニケクリスチアニティのエンジェルの原型。あれが私、私があれ。何のこと。ダメだこいつ、一番ってるぞ。本当だ。エリコしっかりしな。は、ごめんなさい。でも、もう大丈夫。私は勝利をもたらすエンジェル。これからあなたたちを守って差し上げますわ。アホ、俺たちもなんだよ。そうなんですの。私だけ選ばれたのではないの？霧島、お前、蝶の夢を見ただろう。なんでご存知ですの？初めて、パーソ？ペルソナ様を してからかしら。よく見てますけど。やはりな、あの夢が原因か。
なことよりお前何しに来たんだ、外もこんな感じなのかよ。ええ、もうデーモンだらけでさ、それに街の外にも出れませんの。あちこち見て回ったのですけど、安全なのは学校だけかしら。精神やりませんよ、ちょっと。学校は安全なんだね。新学校に帰ろう。そうそう、その前に神社に行きましょう。神社。え、マキのお母さんが怪我をして倒れてます。マキって誰だっけ。おい、そういうことは早く言えよし、助けに行こうぜ。神社ってどこ。え、これまた編成変えるっていうか、あれどういうこと。前出していいのかな。ただこれするとバックアタックの時にやばいとかすること。学校から遠くありませんものね。ノープロブレムですわ。お調子なやつらだな。それにしてもペルソナ、そしてこの異変、話ができすぎている。裏はなんだ。いや全然わかんないですよね。佐野村のお母さん助けって、早く学校に戻ろう。てかいつの間にか佐野村助けるのは諦めたってこと。その村絶対助けに来るかな。よくわかんないですけど出ていいのかな。フィールド、これどうしよう。なまた南西に行けばいいのかな。これもしかしてもうフィールドでも敵が出ると。どうなんでしょうね、こいつら。で、それをアナライズで見るってことが、レベル8、レベル8、レベル8とかってこと？どうでしょう、こっちもレベルいくつでしたっけ？まあいいや。アナライズ？アナライズじゃないです。高いね、院内より。ペルソナ使っていきましょうか。もうダイアタリ使えない、使えないやつはディフェンド。聖なる力でマイナー攻撃、はい。ペルソナ、あれ回復した？回復した？属性とかあるってこと？ガル。任せ。なんだろう。まあいいんじゃないですか。とりあえず一回使っとけば。行くよ。殴れ、物理でやれ、やってしまいます。26。16。マットブーさん、あ、間違えた。帝王様、はい、こんばんは。はい、アシドマさんいらっしゃいませ。魔人ブーすりゃ、まあいいですけど、まあ確かにガス団子みたいなもんですけど。361、はい、逆逆ってだ。ちょっとね、
ゲームの仕様がちょっとまだどうでしょう。なんかあいつね、こいつか、陽気弱気、あ、カード持ってるとあれか、ゾンビくんカードってマークがつくってこと。陽気弱気、陽気なあれだったらじゃあ歌うしかないでしょう。見つめよ。カード持ってるやつに話すと去ってくれる。あ、そうなんですか。いい感じ。やめる。さらに歌う。さらに歌おう。また気がするのはね、お姉さんって本当に人間なの。いや、いくらでも歌えますよ。まだこの私の足元に及ばないけど、素質あるんじゃない？これずっと まだ歌えばいいんですかね。えへへ、人間って思ったより怖くないのね。じゃあこれあげちゃう。オニキスを手に入れた。じゃあバイバイ。悪魔は去っていった。よくわかんない。カードまだレベルが低いからもらえないってこと。カードはもらえない。あげないと。ああ、それでか。カードもらうなら黄色あげるってことか。緑じゃダメってことなんすか。初代ペルソナよくわからないけど、見てて面白い。どうなんでしょう。僕はいまいちまだ流れがつかめてないから。ここまでやってる感じだとね、そこまでまずいっていうかね、敵が強いとかそういう感じはなさそうですけど、言ってバレた？え、あ、そうなんですか。実はそんなに慣れてはまだいませんけど。序盤だからだよ。序盤だからだよね。漏れた？漏れてませんよ。うわ、なんかすごい。あ、さっきも言っていたか。オフ会？序盤だからね。エンカウントやセーブポイントのなさの方が鬼畜。これそんなセーブポイントないんですか？確かに言われてみればいつでもセーブできるってわけじゃないですね、これ。大丈夫ですかね。もうあと1時間切ってますけど、これ次のセーブ行ったらもうちょっと終わった方がいいんですかね。じゃあ、そっか、セーブポイントがないのはきつい、きついですね。エンカウントも確かに。これ時間大丈夫ですかね。これ次のセーブポイント見つけたら終わった方がいいってことですかね。今日はスパロボは？いや、1時から予約枠取ってありますよ。これだからね、そんないつ終われるとかがないとあれなんですかね。陰気弱気誰でしょう。さっきね、どうしよう。叱る？わしはじじいじゃ自信ない。また真っ暗放送しないでね。だね、いや、だから真っ暗放送っていうかね、その1時間の枠までにこれセーブして終われるか大丈夫なんですかね。あれ、私部屋の電気消したかな。おいぼれには目もくれんか、わしゃ一人ぼっちのまま。なんですか、サトス。半端に生きるくらいなら寝てる方がマシで、そんなやつは多いけどさ。が、こんなおいぼれ仲間にかまったらね、まずは自分の。むざいな。私は、でもほっとけないよ。ジョーちゃんに心配せちゃもうわしも落ち目じゃな。あ、怒ってる。何でしょう、いじめる？
うん、弱いのほどよく吠えるって言うからね。ひゃひゃひゃ。そんな強気な生活じゃもらえ手がなくなる。どうなんでしょうね。あるけど。そうかそうか、それじゃよかったの。これどうすればいいんだ。誰か他？エリー興味ね。勧誘する？今度か学校から帰るとき、私をエスコートしてはいただけませんか？なんじゃなんじゃ、わしの近くから来てても何かよこす。そうじゃな。うまい魔石をもらおうかな。1個でいいんじゃ。差し上げます。ひゃひゃひゃ。お前さ、エコじゃの。これ、なんだろう。あやすとか。悪魔をやした。なんじゃ、わしみたいな。なんでこんな、じ病が、わしゃ帰る気にさらばじゃん。エリはダメージもらった。難しいですね、これ。ちゃんと、まあ、まだ序盤だからね、そんな強くないからですけど。なんだ今のミフラム。まあそういうパターンもあるってことでしょうけど、神社ね、神社どこでしょうね。これ結構戦闘もめんどくさいですよね、言っても。あれさっきのスライム、ピクシー、全体マップ見ないとわからんぞ。全体マップの見方がわかんないですよね。ちょっと一応待って。歌う、あでも歌じゃダメなんか、喜ぶだけだから、やめる。すごいよかった。あーまずい、勧誘する。そんなこと言って私をダメ好きでしょ。いやそんなことないですよ、説得する。あんた人間賞マジ怒っちゃう。出すもの、鬼キス欲しいな、グーダーリン。さっきはあれ、なんかラッキーこれ欲しかったんだ。もう一回じゃあ説得。人間と思ったより怖くないので、じゃあこれあげちゃう。ターコイズな、宝石。悪魔さっていった。で補正あんのかな。おいでな。行きな。なるほど、行動した方が経験値が多く入る。まあマップ システム、マップ、でもマップって選んでもマップが見れないじゃないですか。ここで何か押すってこと？ LR。 あ、ちょっと待って、あ、今出た。これインドで LR は？そうですね、うん、ちょっと待って、病院から今ここ、これが現在地、ちょっと見づらいな。神社、学園があそこで、神社って言ってましたよね、さっき。神社、あ、神社コンビニか、あそこら辺か。これまだ遠いんじゃないですか、言ってね。これ結構マップ広いってことですよね。
レベル5だからそんな強くないってこと。勧誘した方がいいのかな。クイックシルバー、陰気弱気。勧誘する。チリンチリン、そう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 、もう気になるじゃない。私が欲しいのねねね、なら9の喜ぶしてててて、マセキ欲しい。1個であげる。しかし底辺はマセキ持っていなかった。マセキがないなんて9には信じられないね。もう一回勧誘。ああダメだ、パリハンターって9どっかに売るつもりでしょ。これ何ですかね、前99と交渉したの。まずは何か正規ついた一言でジャスティーから美味しそう。いやそっちか。これどうぞ。説得お願い。まず何か出したの。まあ宝石ターコイズ、あさっきなんかあれしたあげる、うん、これでもう一回回復する。9は2怒ってるの。どうすりゃいいのこれ。もう一回説得、うん、説得しようとした。あんたいまいちだけど9は興味持ったちから頼み聞いてあげる。ルルルルスペルカード、うん、9は静かな景色が嫌いだ。だからならあんたあんたんあんあんあんたにぎやかなペルソナにして。クイックシルバーのスペルカード、なんかちょっと雑魚戦が結構時間かかっちゃいますね、一戦一戦が、うん、なんていうかセーブが間に合うのかな。セーブ少ないんじゃない、ちょっと不便です。ゾンビさん、あ、おるか。戻る。
そっちじゃないな、一括。皮肉？そっちじゃないな、演説？あ、怒ってる。おじいちゃん、くれてあげる。これやると怒るんだって。どうしよう。物で継ぐ。レベル8ゴースト、愚か弱き、なんでしょうね。フィールドならダッシュできたと思うよ。え、本当ですか。え、本気にボサノバを歌った。いいぞ、もっとやれ。ゴーストが待ってやるからな。怪しい。風のトイレってご存知？そこに入ると夜を足すまでドアが開かないんです。うーさ、寒い、苦しい。You great ですわね。私を守る仕事をしてみません？ゴースター、力感、力貸したくない。たまにある真っ暗放送実は好き。別に意図的にやってるわけじゃないですよ。ちょっとどうしよう、歌う？いい歌はいいもんだ。記憶が蘇る。いい歌はいいもんだ。いや、歌うしかないの。気を上げるのって結構めんどくさい。ああ、ダメの星が使えないからだけどです。これやるからゴーストはもう行く。お金。あ、すごい。660円もくれた。気を上げるのも覚えないとめんどくさいですね。ダッシュ、あ、ほん、あ、早い早い早い。なるほど、なるほど。B ボタンで。あ、広告ありがとうございます。店長、セブン生涯走り屋さん、はい、どうもありがとうございます。あ、なんか初めて見たことない。レベル4でも低いのか。今回コンタクト、陽気、弱気。どうしよう。陽気だったら歌えば、なんとかなんじゃね。喜ぶけど、さらに歌う。あ、魂が揺さばる。どうしよう。勧誘？何、嘘の匂いがするの。本気さ。僕の花が、いや、まさかそんな。僕、ノンプリなんで、あんまし興味とかないし。君、僕、誰だと思う。分かったら、おとなしく言うこと聞かない。ダメなんだよ。
魔石、あ、それ魔石、魔石が欲しい、魔石ありって言っても決まりね、ヒューヒュー。いやでもこれ魔石、僕はあなた様の奴隷です。だから僕は君とは戦えないんだ。これもらって魔石、大根役者、人来ないじゃん。いや、知らないっすよ。ちょっと待って。このゲームいじる要素ないな。どうなんでしょうね。とりあえずするしよ、面倒い、神社もうちょっと先。ファイナルファイト、マリオに楽しみにしてたから、はい、あ、はい、いつか頼むよ。やります、はい、それは、はい、誓って、これは作業しながら見るのもいいわ。そうですね、いじめる、あ、怒った、サトス喜ぶ。でもこれなんか物あげないとね、あ、興味、あ、あるのか、たまに、お眠、ちょっと眠いかも。ああ、なんか物あげた時しか、あ、俺に用がある。スペルカード、カードやりと早くペルソナにしねえと腐っちまうかもしれねえぞ。どこだ？ちょっと待って、この辺？あ、そっか、場所によって地名が重なるってことか。なめんどくさい、なんかもう何だってあれしよう。いくよ。あ、神社っぽいところがあった。荒谷神社、セーブないですかね。あと30分なんですけどこれ結構時間かかりますよね、言って、ここですが、マーティのお母様が、まあ綺麗な蝶々、あれが蝶々、ちょっとこの蝶おかしくないかい。マップに変な気なかった？え、わかんない、あ、見てなかった。なんだこいつ。あ、なんかさっきのやつだ。久しぶりだね、諸君。アガスティアがセーブだよ。商店街の中にもある。君たちが見てきたように、世界はあらぬ方向へと動き出した。
狂った流れを止めることができるのは強い意志の力を持つ者だけだ。この先君たちにはいくつかの道が開けるだろう。聞こえねえ。そしてその先々で様々な人の業を見るだろう。しかしどの道に進むか、それが自分で決めた生き方であることを忘れぬように進みたまえ。何さ今の夢？実は小説よりきなりよく言ったものだ。私また貴重な体験をしてしまったわ。あら急に出てきた。マキの母、セメクに勤めるマキの母親エリートエンジニア。おい、その村のおふくろさんを忘れてんぜ。さん大丈夫かい？この傷は重傷だな。ということを撃たれたってこと、一体誰にやられたんです？カンドリの手下に。カンドリ、あのセベクのカンドリですか？町の兵は全てカンドリの仕業よ。私はエンジニアとしてある装置の開発に携わっていたの。装置、そのマシンが異変の原因だと。神取り忍ぶ最低だな。そのカンドリですかね。デバシステム、あれは空間に人為的作用をもたらすものなの。それがこんな結果を生むなんて、カンドリは街がどうなると知ったことではないと言ったわ。早く警察に知らせないと。困りましたね。ポリスステーションはもうデーモンの巣窟ですわ。私さっき見てきました。なんてこと、誰かがカンドリを止めなければ。おばさんどうやって逃げてきたんすか？廃工場が秘密の搬入口になっているのこのセキュリティカードで。おばさんよかった、気を失っただけね。あとは任せたぜ。ちょっくら焼き入れてくら。勝手にどこ行っちゃうの？待て稲葉、こけつにいらずも故事を得ず。俺も行こう。それにこのカードがないとカンドリには近づけんぞ。君も？あ、行っちゃった。ちょっと全くしょうがない。あたしらだけで学校に戻り、本当男っていうのは残される方の気持ちになんて考えしないで。これ本当にですよ。無鉄砲のとこなんかよく似てますわね、あの二人。まあちょっと様子を見たら諦めて帰ってくるでしょう。で、これ三人パーティー。勝手に抜けたと。何様？勝手にそんな抜けられても。いきなりというか、唐突すぎというか。このチョウチョは何だろう？何もない。チョウチョは触りない。超傷つきし若者たちを目を閉じたまえ。あ、回復してくれるの。いいチョウチョ。学校に戻る前に傷ついたら戻ってきたまえ。力を与えたい。それはありがたいですが、セーブはどこ？出ないとダメ。ちょっとなんか時間半と30分でか、ちょっと微妙ですし。学校アガスティアや、これ曲がアガスティア2つ。でもこれ学校にあったけど、これどうなんですかね。学校にもありましてね、すぐセーブできます。学校行った方がいいんですかね、それともここで残り時間セーブ戻った方がいいんですかね。学校行った方が早いな。そうですか、ならいいんですけど。違う、その方が早いなら、
学校行きますけど、いやそんなセーブ不便なんだこれ。ちょっともう時間ないんで、もうとりあえず倒そう。何探すんじゃこれ。あたら行くよ。ちょっとあれか、動けなくなるってこと。てかやばい、雪の3ピンチ。まずい、死んじゃう。なあ、ドキドキしないんやけど、とりあえず罰ゲームしてくれないか。じゃあ死にませんよ。ハンド罰ゲーム、意味がわかりません。あ、死んじゃった。これ死んだらどうなるってか、まずい、青やばいってこと。ははは、疲れてる。それやめて、それやめて、ちょ。戦闘してるよ。まだ落ちない。んーてかこれ死んだやつって生き返らないね。雪乃さんが復活した。復活どうな
話だ、これは。戦闘あれば復活するって仕様ですかね。コントローラーが動かない？どういうこと？びっくりした、動いた。ちょっと待ってください。マジック、マジック。なんかめんどくせえから逆にコンタクトの方があれなのかな。これだけくれるってはことじゃない時もあるんですよね。どっちが、戦闘はちょっと時間かかるというか、あれですね。あ、ここ入り口。セーブできるかな。私霧島恵理子です。怪我人を連れているの、もう開けてくださらない？見張りダメだ。合言葉を言わないと入れるわけにはいかないぞ。合言葉、
愛の壁に耳あり、私 目あり、これでよろしくて、よし入れ、いいのそれで。合言葉、帝王最低だな。あ、シン。みんな無事なの よかった。どうしたのその人。よし入れ。詳しいことは後で。早く保健室に。保健室にセーブありましたね。そうよね。シン、保健室に行くよ。前泉と霧島、体育館のとこの渡り廊下に行きな。綾瀬と姫野が塀の穴を埋めてるはずだから手伝ってやって。悪魔が入ってこれないようにするんだね。わかった。行くよ、エリコ。参りましょう。これ一人になっちゃったんですか。正面がいいのかな。あ、レイピアに変わった。よし、じゃあ行くよ。というわけなんです。セベクがね、それにしても全くあいつらで心悪いけど、塀の穴のところ行ってきて、バイズミたちに穴埋め中止するように伝えてくれる。あれ、中止。稲葉と南條が帰ってくるかもしれないから。あ、合言葉知らないとあれって、あ、これでセーブできるのか。園村さんのお母様の怪我はそんなにひどくないわ。安心していいのよ。シンクはどう？怪我してない。先生が見てあげるわ。なんですか、一瞬安定したの。さあ、これで大丈夫。気をつけていくのよ。皆さんにご迷惑をおかけして何と言ったらいいか。あいつら、塀の穴のこと知ってるよね。校門閉鎖しちゃったから、あそこから出ないと入れないんだよ。とりあえずこれでセーブができると。じゃあこれでセーブして、今日どうしよう。時間的にもう17分なんで、ここで今日は終わりでいいですかね。セーブ。レベル649。いいです。はい、そうですよね。多分ちょっと具合すると思う。オッケー。はい。メモリーカード。見事なナメプでした。そうなんですか。ナメプは僕結構頑張ったんじゃないんですかね。レベル9、これレベルって、いや99ですよね、最大多分。オッケー。お疲れ様です。ゲームエンド、ゲーム終了します。よろしいですか。電源を切ってください。何かボタンを押すとゲームに戻ります。じゃあとりあえずこれで、なんか味気ないですね。とりあえずこれで一応ペルソナ初日1日目終わりということですけど、これどんぐらいですか、あの実際クリア時間って何時間ぐらいですかね。50時間とかそれぐらい、初見単なるあれだと。もっとかかったりするんですかね。感想は、感想はちょっとなんか、まだなんともいろいろ覚えなきゃいけないことがあって、まあ現状だとだからそんなね、リスナーさんだからシステムが複雑っていうのは、まあ30、40ぐらいじゃないかな。あ、そんなもんなんですか。だからまあシステムが複雑っていうのはまあわかりますよね。多分初見ね、いきなりやってもなんのことや、ちんぷんかんぷんね、リスナーさんが教えてくれて、あ、なんとなくって感じでしたけど。まあ、ただね、そこまで難しいっていうのは、まあ、多分終盤きつくなるんでしょうね、これから。それがどうなるかがちょっとわかりませんけど、はい。どうなんでしょう。説明書で勉強しておいた方がいいのかな。まあ、とりあえず今日はこれで。
終わりますね。はい、ご視聴ありがとうございました。